はいえー、とじゃあ,あの、金が鳴りましたんで、えー、3回目の講義ということで始めたいと思いますけれども、えー、トピックは、まあ、前回あの、えー、最初の方だけ説明したあのリレーショナルデータモデルということですねでちょっと復習から入りますと,、えー、とリレーショナルデータモデル、まあ、データモデルというのはデータ構造とそれから整合性制約それから操作系ですね演算系。 まあそういうのを基本的には決める枠組みということですけれどもまあリレーションデータベースの場合にはこういうようなえとリレーションと呼ばれる構造でデータを表現するということでえまあ形式的にはこういうようなえ書き方ですねリレーション名の後ろにカッコでくえってえと属性名を列挙するというまあこういうような書き方で簡潔に表すと。でもうちょっとあの表のデータっていうのをえとフォーマルに定義しようとするとどういう形になるかというと。 もともとリレーションのデータモデルを提案したコッドが提案したリレーションの数学的な定義ということですけれども属性各属性の持っているドメインですね定義器それらの直積の部分集合という形で表というのは形式的に定義できるとだからタップルの集合ということですね。 次数 nn という長さが揃ったタプルの集合でかつ要素がただ n 個あるっていうだけじゃなくてそれぞれの対応するエレメントのデータ型が同じタイプつまり同じドメインに入っているというそういう制約の下でのタプルの集合というふうに定義されるということですね。 でまあ、別の定義の仕方としてはタップルっていうのは写像であるというふうに考えることもできてどういう写像かっていうと属性から値へのマッピングをするようなそういう写像ということで例えばこのエグザンプルの場合は1行目のタップルですねこれはまあここに書いてある T1 っていうふうに書かれているような写像と考えることができるし2行目のタップルっていうのはまた別の 写像ですね T2 って書いてあるこの写像というふうに捉えることができて、まあ、それをもうちょっと視覚的に書くとこういう形で、えー、つまりここが定義域で、えー、地域、まあ、これとこれは同じですけれどもただその対応のさせ方がたっぷりごとに違うという、まあ、そういうふうに考えれば、えーまあ、表というふうに捉えているものがある程度形式的にですね、えーまあ、どういうものなのかっていうのを より明確に書くことができるとということでありますで、まあそういう形でデータ構造が定義されるんですけどもリレーショナルデータモデルの場合に特に大事なのが同じリレーションあるいはテーブルといってもですねこういう入れ子構造とかを持っているようなテーブルっていうのは通常のリレーショナルデータベースでは使わないということで。 えーまあ、こういう入れ子構造を持ったようなリレーションのことを一般に非正規リレーションアンノーマライズリレーションというふうに呼んで特にリレーションの中にまたリレーションをネストして入れるようなものを入れ子型リレーションというふうに呼びますけれども、まあ、こういうものは基本的には使わないということで、まあ、そのことは第一正規形制約というふうに呼ぶということですねあのファーストノーマルフォームというふうに言いますけれども。 まあ第一世紀系まあ簡略化して 1NF というふうに書いたりしますけどこういうような制約のもとにつまりここまで出てきているようなこういうフラットな構造直感的に言うとフラットな構造のテーブルリレーションだけを考えるということでまあそのことはどういうことなのかっていうと。 つまりドメインとしては基本的には単純な値の集合しか考えないつまり構造を持っている値の集合というのは考えないという、まあ、そういうふうに捉えることができるということですね。あと現実のデータベースの中では今の定義機の中から値を1個ずつ取ってくるということですけれども、まあ、その値がですね特殊なこの空地ということで。 え具体的な値として決まらないとか指定しないということが現地のデータベースではあるということでまあここに書いてあるような理由で空地が使えないと空地を与えることが妥当なケースとていうのがいくつかあるということですねで。でリレーションデーターモデルに基づくデータベースというのはまあこれ例ですけれどもこういうリレーションの集まりで構成されてこの各リレーションのスキーマの 集合がこのデータベースの全体のスキーマということになりますし各リレーションの中のに入っているデータですねこれはまあインスタンスというふうに呼ぶということですけどもこの全体がこのデータベースのインスタンスというまあそういうことになるということですね。で前回も言いましたけれどもあ前々回ですかねえまあスキーマーも変化しないわけではないけど一般的にはインスタンスは結構日常的に 変化するけれども、まあスキーマの方はそんなに日常的に変わるっていうような形では運用されないというのが通常のまあリレーションデータモデルに基づくところのデータベースのまあ使われ方ということになります。で、これがまああのデータ構造ということになります。それで次のデータモデルのですね次のすあの要素としてはどういう制約が あるのかということでこれも最初の回に言ったところのちょっと復習になりますけれどもいくつかの基本的な整合性制約っていうのがリレーションのデータモデルでは考えられてまして一つ目がドメイン制約ということで第一世紀系のリレーションから各リレーションっていうのはなりますので。 で各属性ですね、まあ、この表の形でいうとカラムのところにそれぞれどういう種類の値が入るべきかっていうそういうドメインがくっついてるわけなんで結局それぞれのカラム属性の値っていうのは指定されたドメインの中から取るというのがこれが基本的にのドメイン制約と。 いうふうふに呼ばれるもので、えー、まあ文章で書くとこういうような形で「リレーション RAA から AN」の各タプルの各成分はそれぞれ A1A から A1 から AN までのドメインの要素をちゃんと取りますよということですね。 で実際のまあデータベースの中では、えー、ドメインとして具体的に指定できるのはどういうようなものかというとまずデータ型を指定しますこれはまあプログラミング言語やんかと同じですけども変数定義したら型を普通定義しますよね。でそれと同様に、えー、とデータ型っていうのが指定されます。でデータ型については えまあリレーショナルデータモデルとしてはまあなんかデータ型をちゃんと決めればいいということになっているんですけども実際に例えば使われる現場で使われるデータベース管理システムとしてはまあ SQL を用いたようなデータベース管理システムが使われますので SQL という言語の中ではデータ型としてどういうデータ型が使えるっていう定義があります。 えー、つまり SQL ってもう一つの言語なんで、えー、その中で使える型値の型としてはどういうものが使えますよっていうそのデータ型がもうあらかじめ決まってますのでその範囲の中からまず普通はデータ型を指定するということですね。それから単にデータ型を指定するだけじゃなくて例えば整数の値を取ったらいいですよっていうふうに指定するというのは一つの、まあ、整数とかは、えー、要するに SQL の中で扱えるデータ型ですんでその SQL データ型を与えるとともに えー、それだけじゃなくて例えば値の範囲とかですね、えー、そういう具体的に出現する値が持つべき性質っていうのを指定することもできます。だからいくつからいくつの整数ではあるんだけどただし具体的な値としてはいくつからいくつの範囲内の中の数値ではないといけないとかですね、まあ、そういうようなものを組み合わせて記述することによってドメインがっというのが決まるということで。えーえー データベース管理システムの方は、えー、このドメイン制約を満たすような値が、えー、各、えー、このタップルの中のです、ね、該当する属性の値として指定されているかどうかっていうのをまあこれを絶えずチェックしているわけなんで、えー、全然違う値を、えー、ドメインの外だとかあるいはドメインの範囲そのタイプあ指定されたタイプではあるけれども、えー、有効な値の範囲として指定されてないものは入れられないとかですねまあそういうような。 制制約約がが課されれるとととといいううこここでですすねこれがまあドメイン制約ということでありますあの具体的に SKL でドメイン制約なんかをどう書くかっていうのは s q l のところであの簡単な例で説明します。それからえもう一つ別の制約としてはキー制約っていうのがあって、えっと、キーっていうのはまああの前回の実体関連モデルでも出てきましたけれども。 リレーションデータモデルのコンテクストではどうなるかっていうと各リレーションの中でどの属性の値を指定するとタップルが一時的に一つ決まるかっていうそういうタップルをですねつまり前回の実体関連モデルの中では実体集合の中の実体を一個特定するためにはどの属性を指定するかそのミニマルな属性の組み合わせというのが これがまあキーというものに該当してたんですけどもリレーションデータモデルの世界では実体集合っていうことじゃなくて具体的なデータっていうのはこういうリレーションで構成されますリレーション中のタプルっていう形で構成されますのでキー制約の方もそれに対応した形になっててリレーションの持つ属性の中からまあ1個の属性のこともありますしここにこちらの右側の履修の例のように複数の 属性の組み合わせっていうことがありますけれどもいずれにしてもその属性の値を一つ決めるとこのリレーション中にある行が一つ決まるも一つ特定されるもの。 もちろん1個もないってことはあり得るわけですけれども例えば科目番号で全然違うありえない値を指定したらそれはそれに対応するタプルはないということですけれども科目表の中で科目番号がキーであるっていうふうに指定されている場合はどういうことになるかというと科目番号っていうのを1個与えるとそ,れにその値を持つようなタプルっていうのは えー、たかだか1個ですね、えー、あるとしたら1個ない場合もありますけれども2個とか3個とかそういうふうに複数回あることはないというのがこれがあのキー制約ですねでこちらが履修の場合も同様でこの場合はまあ2つの属性の組み合わせですので、えー、科目番号と学籍番号の組み合わせを1つ与えてやるとその指定された組み合わせを持つような、えー、タップルは高、え、々、ー、かか1個しかないですよということになります。 それで、えー、キー制約についてはですね前回あの実体関連モデルのところでも、えー、と長期だとか候補キーだとか,、えー、とキーだとか主キーだとかっていう、えー、概念もうちょっと細かく、えー、キーと言ってもですね、えー、細かく見るとい、えー、くつかのものが出てきたわけですけれども、えー、リレーションデータモデルの場合も全く同じ、えー、まああの話が成立するということですね。で、えー 実体関連モデルのところで言いましたけれどもキーあるいはまあ候補キーというふうにこれはまあ実体関連モデルの時もそう言いましたけれどもレーションのデータモデルでも同様にキーのことを候補キーというふうに言うこともあります。でキーあるいは候補キーというのは何なのかというと極小な長期ですと。でじゃあ長期ーというのは何ですかというとここに書いてありますように2つ以上のタップルが同一の属性値を持たないような属性あるいは属性の組み合わせということですね。で,ですから えー、まあ,あの細かいところは、まあ、これまでも出てきてるんで省略しますけども、えー、例えばこの科目表の科目番号っていうのはもちろん科目番号を与えると科目は1個決まるわけですけども1個だけ決めるっていう意味だったら別に科目番号っていう属性だけじゃなくて例えば科目番号と科目名の組み合わせとかですね科目番号と科目名と単位数の組み合わせとか、えーまあ、そういうのを与えたんでも別に一時的に決めるっていう意味だったら別に。 それでも間なぜじゃあ科目番号というのだけにこだわって科目番号と科目名の組み合わせだとか科目番号と科目名のと単位数の組み合わせにっていうのを考えないのかっていうと要するに科目番号っていうのが必要十分であって科目名とか単位数はもちろん加えても一時的に決めるっていう役割を果たすけど別になくても一時的に決めるっていう性質は失われないということでそういう意味で。 えーと極小ということですねつまり無駄なと言いますか一時的に決めるのにそのなくてもいいような属性は、えー、もうあのカットしたですね一番スリムな形ですねそれを、えー、まあ極小な、えー、という言い方をしているわけですけれども、えー、そういう意味で言うと極小な長期っていうのがキーあるいは候補キーになるということになるということですね。 でまあ、前回あの今言いましたけどあの、えー、空地というのがある場合がありますので、えーっとまあ、キーのところ長期っていった場合にはあの空地、えーまあつまり長期として指定された属性がの値が具体的には空地の場合ということもありますけれども、まあ、だからそういう意味でここ空地の場合を除いてというふうに書いてあるわけで。 要するに空地じゃない具体的な値を持っている場合にはその組み合わせをなり何なりを与えたときに一時的にタプルを指定できるようなそういうような属性あるいは属性の組み合わせのことを長期というふうに呼ぶということですね。で前回も言いました,あの言いましたけれどもこの関係がありますので当然キーとか候補キーは長期の一種であります。だけど逆は成りり立たないつまり えー、す全ての長期がキーまたは候補キーであるわけではないけどキーまたは候補キーになるやつは必ず長期になるというそういうい性質ですね、えーまあ、そういう性質があるということになります。 それからー体関連モデルのところでも一般にキーとか候補キーは、えー、と複数のものがありうるんで一般にデータベースを使うときにはそのうちですねもっぱら使うものを一つ指定して、えー、と主キープライマリーキーというふうに呼ぶということで、えー、と候補キーのうちデータ管理上最も適切でかつその属性値が空値になりえないもの。 まあちょっとここだけ新しい情報として加わってるわけですけれどもデータ管理上一番都合のいいものをキーとするっていう話はしたんですけれども実際のデータベース管理システムの中でですねデータを管理しようとした場合にこの式ーとか式プライマリキーというのはどんなふうに使われるのかっていうと。 多くのデータベース管理システムではですねこのキーでの値を指定してデータを特定してくるつまりこの行を読みたいとかですねこういうキーを持つようなデータを検索したいとかっていう検索のですね第一手段としてはこのキーを使うということが多いわけですねつまり一番管理上一時的に特定してかつ管理上も一番都合がいいということなんでそれを使って特定するだ例えば学生さんを指定するのに学籍番号を指定するっていうのがまあ普通。 やりますよね学籍番号指定すればもう一時的に決まるわけで、えー、何々学類の何々さんでとかって言っても、まあ、決まることもありますけども、まあ、そもそも長ったらしいですし、えー、まあひょっとすると同姓同名がいたりしたりとかって、まあ、そういうようなこともあるんで、えー、もっぱらこれを使うということになりますれでそれでデータベース管理システムではですね、まあ、特定するっていうことはどういうことなのかということですけども。 えー、具体的に値を特定して何をしたいかっていった時にはその値を持つようなデータを検索したいっていうつまり読みたいっていうことが、えー、割と頻繁に発生するわけですよね。そうすると、えー、多くのデータベース管理システムでは式、えー、の値でもっぱらデータをそのタプル行を特定してくるということなんで。 式が与えられたときにちゃんと場所がすぐにわかるようなデータ構造でしまっとこうというまあそういう発想になるわけですね。えー、まあ具体的にはその物理的データ構造のところで説明しますけれども、ある値が与えられたときにその該当する値を持つようなデータがどこにあるかっていうのがえ非常に効率的にわかるように探すような仕組みっていうのはいろいろあるわけで、例えば発信を使うとかあるいは あの構造のインデックスリンングですねインデックスを作っといてそのインデックスをたどる機池を使ってそのインデックスをたどると格納場所が全部わかるとすぐに分かるとですから全データをスキャンしてですね探し回るとかってそういうことをやらなくてもいいということ。ということは逆に言うと。 この式の値がいくつかっていうことによって格納場所をそれに基づいて決めるということをやるわけなんでその時にこれ空地が与えられちゃうとつまり学籍番号は空地なんだけどこのが学生のデータを入れたいとかって言われると学籍番号を使ってど,のどこに入れとこうかっていうことを決めようとするってそういうやり方からすると空地なんだけどとりあえずデータベースの中に入れといてちょうだいよって言われてもちょっと困るということになるわけですね。そういういことなんで でえっと、通常は式っていうのは、えー、一時的に特定できるという意味極小なものという意味でキーであるあるいは候補キーであるっていうのはもちろんですけれどもさらに、えー、データベースにそのデータを入れる時にはですね、えー、その必ず値がもう決まっているもの、えー、そういうものを 指揮とするというような、えー、そういう形で指揮を決めるという、えー、そういう使いい使方をしますでそのことをここに書いてあるような、えー、ちょっと硬い言葉ですけども実体整合性制約というふうに呼んだりしますけども要するに「主値位置はあの空地であってはならない」ということですね。えーまあ、要するに空に空なならないものを とするでなぜならば要するに敷地を使ってそのデータ管理例えば格納場所を決めるとかそういうことをやるわけなんでその時に空知のままでですねデータをしまっとこうとかってすると非常に煩雑なことが起きるということで、うん、まあこういう制約のもとで敷地を決めるという形でデータの、まあ、データベース中のデータを決定するということが ししばしば行われるとということですねそれから、えーとまあ、今のがキー製薬ですけれども、えー、と3つ目の制約としてはこれもまあ最初の回にちょっと言ったことですけれどもあの参照整合性制約っていうふうに呼ばれる、えー、リファレンシャルインテグリティコンストレイントっていうふうに呼ばれますけれども今までの,、えーまああのドメイン制約ですとかキー制約とかっていうのがい1個のリレーション中のデータに関する。 制約でしたけれども、一般に参照整合性制約っていうのは。え二つのですね、リレーション間にまたがるような、一種の整合性っていうのを。指定するような、そういうような、あの制約になります。で、まあ、ここに書いてあるのは、以前から出ている例ですけれども。サークルリレーション、社員リレーション、所属リレーションというのがあって。サークルリレーションの場合は、サークル名、社員リレーションの場合、は社員番号というのがまあ、これがキーになりますと。 いうにうになっている時に、えー、所属のところにも同様にサークル名だとか社員番号とかっていうのがあるわけですけれども前回も、えー、前々回も言いましたようにこの所属リレーション中のサークルだとか社員番号っていうのは単にここに文字列だとか数値が書いてあるっていうことではなくて一種の つまりサークル中のこのテニスっていうですねサークル名で指定されるその行で表されるような要するにサークルの実態ですねそういうのを参照しているわけですしこの社員番号にしても単に番号が書いてあるというよりはこの社員リレーション中のですね各行で表されているまあ社員自体を参照するのに この値を使って参照しているつまり、えー、指,揮を使う指,揮指揮位置を指定することによって相手の実体が1個決まりますのでその相手の実体を1個決めるのに値を入れているということになるわけなんで一種のまあ前にも言ったように、えー、ポインターとしての役割を果たしているということになるわけですね。でそのの場合、えー、この参照する元に つまりこの場合の所属っていうリレーションのサークル名とか社員番号に入っているような値っていうのは当然データベースが整合性を持ってた対応が入っているんだとしたら当然サークルのところに出てくるのはこのサークルリレーションに入っているこの式位置として具体的に現れている値が。 当然それを参照するポインターだとすると、えー、指してる先が存在しないとかっていうことでは困るわけなんで当然ここに入っている指揮として具体的に現れているものがここにはこの所属のサークル名のところに現れるべきですしそれから同様に所属のですね社員番号のところの属性値としては具体的に社員リレーションの指揮値として現れている社員番号。 それがここに現れてないと整合性が取れているようなデータベースの状態にはなってないということが言えるわけですね。でそのことがまあ参照整合性制約ということでこの黄色の線で書いてあるような一種のこの参照がちゃんとコンシステンシーを持ってますよということを表しているようなものであります。 で、えー、これはですねあのー、これもあとあとで SQL のところで説明しますけど具体的に SQL でこの、えー、スキーマを定義するときにこういう参照整合性制約が成り立ってないといけませんよっていうようなことは、えー、整合性制約として指定することができますそうしますとまあデータベース管理システムの方は常に今言ったような、えー、まあ整合性がですね、えー、具体的にデータベースのインスタンスの中でちゃんと成り立っているっていうのを 保証するよ私は、まあ、そういうい働きをしてくれるということになります。で、えーまあ、あのここで赤で書いた所属リレーションのサークル名だとか社員番号とかっていうのはそれぞれ単独では別に所属リレーション中の式ではないわけですね式はあのサークル名と,、えー、と社員番号の組み合わせということになりますけれども。 でえー、ここで赤でくくったこのサークル名単独っていうのは今言ったみたいに別のサークルっていうリレーションの式を参照するための属性属性ってことになりますけどこういうものをですね一般にあの外部キーっていうふうな言い方します。えー、フォーーーリンキキだだととかか外部いいう言い方します、えー、つまり、えー、参照性互性制約っていうのはあるリレーションの外部キーの値が 別のリレーションの主キーの値を参照するような形になってなきいゃいけませんよというのがこれが参照性合成制約ととといいうふうに呼ばれるものということですねでそのことをもうちょっとエクスプリセットに書いたのがこちらのスライドですけれども参照性合成制約というのはあるリレーション中のある属性が外部キーとなって別のリレーションの主キーを参照すると。 いう形での,整合,性の制約整合性が保たれているということでまあ文章で書くとどうなるかというと R1 中の2のタプルが持つ外部キーの値はそれが空地である場合を除き R2 の中に存在するあるタプルが持つ主キーの値でなければならない。ちょっと厳密に言うとこれちょっとやや,や長ったらしい言い方になりますけれども基本的には外部キーの値っていうのはそれが空地でない限りは ここの R2 ここの主記位置としてどっかのタップルに現れているような値でないといけませんよというまあそういうことですね。で空地がある場合は別に空地は空地で、まあ、別にここのテニスのところを先ほど「主記位置は空地はいけない」と言いましたけれども例えば所属リレーションの中のこの外部キーの中に空地が現れるっていうのは別にそれはそれで構わないということです。 ただまあこの例の場合に限って言えば所属リレーションの主キーはどうなるかというとサークル名と社員番号の組み合わせになりますのでえこれはだからサークル名っていうのは外部キーであると同時に主キーの一部を構成しているという形になりますので外部キーとしては僕ここ空地が入っててもいいんですけども先ほど言った実体整合性制約からすると主,キー,の一部主キーの一部にもなってるんでそういう意味で実際はここ空地は。 入れちゃうまずいということですねつまりこの属性っていうリレーションの指揮っていう役割も果たしてますのでその意味ではまあ空地は入れられないということになりますけど一般的にまあ外部機単独としての制約としては別に空地があることは構わないということです。 で今はまあ参照性合成制約というのは基本的にリレーション1からリレーション2への対応ということで一般的にはまあこういうふうにですね2つの別個のリレーションの間のデータ要するにデータベースインスタンスがですねこういう制約を満たした状態になっていますないといけませんよというふうに使われるケースが非常に多いですけれどもある種の特殊な場合はですね R1 と R2 が同一のリレーションであるということもあり得ます。 えまあ簡単な例ですけれども例えばこんなようなケースですねつまり社員リレーションなんですけどもちょっと属性が違っててどうなってるかっていうと社員番号があって氏名があってでそのほかにその人の上司の情報が書いてあると、えー、つまりボスは誰なのかというのが書いてあるというような、えー、まあリレーションが仮にあったとすると、えー、つまり1番山田太郎さん上司3番。 2番佐藤さん上司3番3番石川さん上司4番4番後藤さん上司6番まあこれは結局こういうようなトゥリー構造で表されるようなですねこういうまああの管理階層っていうんですかねまあ一般に会社とかまあいろんな組織だと組織をマネージするために誰が誰をマネージしてるかっていうそういうような 階層構造がエクスプリシットに作られているわけですけれども今言ったようなことから言うと上司部下の関係を書くと1番2番の社員番号で表される人の 上司は3番ですとで一方で3番の人はさらに上,その,上の上司がいて4番の人例えば1番2番の人を管理する3番というのは係長さんで係長さんを管理しているのは課長さんがいて課長さんをさらに管理しているのは部長がいるとかっていう、まあ、そんなような階層がいろいろ世の中あったりするわけですね。でそのことをリレーションで書こうとするとこんなようなリレーションになるということになるわけですね。 でその時当然まあこういうリレーションがあるとすると社員番号というのは当然「主キーというふうになるわけですけどもじゃあこの上司って書いてある属性はどうなるかっていうと。 これは一般的には要するにこの上司として出てくる人っていうのは当然社員の一種ではありますのでえ要するに3番の人が上司ですよといいうふうふに言ってるんね。れから4番の人が上司ですよっていうなら当然社員番号4番の人もいないといけないということでえ上司何番って書いてあるのに社員の中探したらえその人はいないと。 いうことになっちゃったらそれはちょっと要するに何かデ,データとして欠けてんじゃないかということになるわけなんで、えー、まあこの場合はだから上司っていうのが外部キーになって手記、えー、であるところの社員番号を参照してると。 この場合の参照整合性制約は何なのかというと同一のつまり社員リレーション中の、えー、上司っていう属性が同じ社員リレーション中の社員番号を参照するっていうそういうあの、えー、参照整合性制約が成り立つと。 いいううこととななんでで、えー、参照整合性性合制約イコーール必ず異なるリレーションの属性間の属間、えー、関係というわけではないとまあそ,れそういうケースになることが最も一般的には一番多いですけれども、えー、これ特殊な場合としてはこういうような同一リレーション中の中でも、えー、参照整合性合成制約に基づくコンシステンシーが成り立ってないといけないというようなケースはありえますので、えー、まあその辺りはあの、えー、まあ 注意と言います例えううで、以上の3つがまあ割と代表的なですね、えーまあ、あの整合性制約ですねリレーショナルデータモデルで考えられる整合性制約でいずれも SQL でスキーマ定義する時にあの整合性制約も同様に指定するということができるということになります。 で次がですね、えーとまあ、データモデルの重要な役割としてあのそういう、まあ、リレーションという形で捉えたデータに対していろんな操作をやるということになるわけですけどもどういう操作ができるんですかあるいはこんなような操作をやりたい場合はどうやって書いたらいいんですかというそういうような枠組みっていうのがないとデータの構造だけただ眺めててもしょうがないわけですね。 でえー、リレーショナルデータモデルにおけるです、ね、データ操作の体系としては、えー、これから説明しますけど、えー、リレーショナル台数数関係台数とも呼ばれます、えーえーまあ、英語ではリレーショナルアルジェブラですねそれから、えー、リレーショナル論理関係論理っていうふうに呼ばれることもありますけれども、えー、英語ではリレーショナルカリキュラスと。 いうふうに呼ばれる、こういう二つの体系がありまして、リレーションアデータベースのですね役割なり働きをですね理解するではいずれもまあ重要なものです。で、まあ一般的にデータベースを使うということだけだったらまあ SQL がある程度ちゃんと理解できれば。 使えるかもしれませんけれどもリレーショナルデータベースの中でどういうようなことが動いているのかだとかどういう考え方でデータを操作するのかだとかっていうことを理解する上ではここでこれから説明するリレーショナル大事だとかリレーショナル論理っていうのがちゃんと分かっているということが重要だと。 いうことでえー、まあ皆さん方はあの情報の専門家ということになるわけですからそういう意味では単に SQL がどう使えると、まあ、SQL ももちろんこの後やりますけれども、えー、まあ SQL が単にどう使えるっていうだけじゃなくてその SQL の考え方のベースになっているあるいはえーと SQL で書かれたものがですねリレーションデータベースの中でどう 処理されている。どういう考え方で処理されているのかっていう、まあそういうことを理解する上で、こういうここで説明するあのリーーショの台数だとかリーーショの論理もちゃんと理解してもらおうということで説明をします。それでですね、えー、っとまああのなんかちょっと代数とか論理とかっていうとなんかやや非常に数学的でややこしいことの話に。 なるんじゃないかというふうに恐れている人もいるかもしれませんけど、えー、確かにちょっとリレーションの論理の方は少し若干ややこしく思えるかもしれません。リレーションの代数の方はそんなに難しいことではありません。それでえー、っと要するに何でリレーションの代数だとかっていうふうに呼ぶかっていうと、リレーションのデータモデルのですね基本的な考え方っていうのはどういうものなのかっていうと。 このスライドのちょっと上の方に書かれてますけれどもデータベースにしまわれているリレーションがあるけれどもそれから例えばある問い合わせを行ってですね自分が必要とするデータだけを取ってきたいというようなそういう処理っていうのはどう考えるかっていうとデータベースにしまわれているリレーションを変形してですね自分が欲しいリレーションの形に形を整えて出してもらうというそういう考え方なんですね。 えつまりリレーションに対して何かしらの演算を適用して自分が欲しい形のつまりそのままの形ではデータベースには入ってないんだけど自分が欲しいのはこういうデータですよということだったらその形のデータに変形して出してもらうというそういう考え方なんですね。えー、そういうい意味でつまりリレーションに演算子を適用することで目的とすするるリレーションの形にするっていう意味で、えー、まあ例えばリレーションの代数というような言い方がされているす わけですね、まあ要するに台数演算っていうと、えー、例えば、まあ、数値に対する演算として和だ、えー、とか差だ、えー、とかですね積を取るだとか割り算するだとかってそういう演算がありますけれども結局これから説明しますけれどもリレーションの台数も同じで。 その今の数値に対して和を取るだとか差を取るだとか積を取るだとかそれから割り算の結果を取るだとかっていう代わりに数値じゃなくてリレーションに対してつまりリレーションと呼ばれるフラットな表に対していろんな操作を行うことによって今の目的とする形のデータに変形してやろうっていうのがこれがリレーションの代数の考え方ということになるわけですね。 それで特にまあ、あのー、リレーショ者のデータモデルが非常に特徴的なのはですね データベースに入っているデータの構造とそれから問い合わせ結果で出てくるデータの構造が基本的に今言った意味でリレーションととといいいうう形形でで同じ形になっているということですね、えー、つまりある意味利用者から見たときにはその出てきたリレーションがもともとリレーショナルデータベースの中に入ってたのかあるいは何かの変形の結果出てきたのかそこはまあ特に区別しないというそういう考え方ですね。 でこれはまあ結構前回説明したネットワークデータモデルだとか階層データモデルだなんかと全然考え方が違ってネットワークデータモデルだとか階層モデルっていうのはネットワーク構造をしたデータベースの中にはネットワーク構造でデータが構成されている、えー、階層モデルの場合には木をベースとしたやっぱり同様のネットワーク構造でデータが構成されているということですけども取り出すときにはレコード単位でただ取ってくるということだけで別にネットワークからネットワークを作り出すとかですね木をベースとした構造 そこかから木を作り出すとかっていうそういう考え方でデータ操作はやってないんでここに書いてあるようなリレーションから同じ形のリレーションというのを取り出すというですね、えー、そういうまああの性質は持っていないということになるわけなんでそういう意味ではまあこれは結構割とリレーションのデータベースの重要なな性質になりますで実はまあ前回説明したあのビューっていうつまり外部スキーマ3階層スキーマの 外部レベルに対応するとこのビューって仮想的なテーブルをの見せ方をアプリケーションに提供するっていうそういう話がありましたけどもそれが容易にできるのはなぜなのかっていうと要するにデータ操作の演算系がリレーションからリレーションを作り出すっていうそういう考え方で作られてんでユーザーから見たときにはこっちのリレーションのこと言ってんだがこっちのは R' って言って変形されたリレーションのことなのか別に区別つかないわけですね。 区別つかないんで仮想的な構造を作り出すっていうのが容易にできるということになるわけです。だからこの操作系がですね全然リレーションから全く違う構造の。 データを取り出すってことになると、えー、その違う構造のものが出てきたらこれは取り出された結果でもともとデータベースに入ってたデータではないとかですねもともとのデータベースの構造のものが出てくればこっちはデータベースにもともと入ってた値だとかってそういうのを容易に区別できるんですけども、えー、言ってみれば、えー、要するに数値から数,数値の演算に基づいて数値を出す。 といううのと同じような発想でテーブルに対するリレーションと呼ばれるテーブルに対してリレーションと呼ばれるテーブルを作るというそういう考え方で操作系が決まってるんで一体それは取り出されたそのリレーションだけ見た時には元入ってたものなのかあるいは取り出されて変形されたものなのかそれが区別できないという、まあ、そういうような形になってるということですね。 でえー、まあちょっと今そう,う言ったことちょっと分かりづらいと思うんでもうちょっと後ろの方で例が具体的な例で出てくるんですけどもちょっとそっちの方だけ先にちらっと言っちゃいますと、えー、まずまあリレーションは代数っていうのを説明しますけど、えー、先ほどちょっと例で言ったあの科目リレーションとまあ履修リレーションみたいなのがあったときに。 これはまあ詳しくはちょっと後で説明しますので今の時点じゃ具体的な細かいところは分からなくて問題ないと思いますけれども例えば一番の学生が履修した科目の科目番号科目名成績の一覧が欲しいとかっていうのはどういうことになるかっていうともともとはデータベースの中にこういう形の2つのリレーションとして入ってるんですけども最終的には欲しいデータっていうのは何なのかつまり科目番号科目名成績の一覧っていうのはどういうことなのかっていうと。 このスライドの右下に書いてあるような科目番号科目名成績がなら入ってるようなこういうリレーションを作ってちょうだいよというふうに言ってるのと同じわけですよね。 で,ですから形もちろん属性の組み合わせだとかあるいはな中の入っているインスタンスっていうのは当然違いますけれども形だけ見ると要するにもともとデータベースに入っていた左側に書いてあるこの科目だとか履修だとかっていってるリレーションと形が全く同じだということなんで結局利用者が言ってるこの表をもともとのこの表からどうやって作り出すかっていう まあそういう操作系がちゃんと定義できれば、えー、必要な問い合わせっていうのはできるはずだというまあそれがリ,リアシナダイスの考え方とということになりますでもちろんあのデータベースの操作としてはあの問い合わせだけじゃなくて、えー、とデータの値を更新するだとかつまりアップデートするだとか新しい値を入れるだとかっていうそういう部分っていうのは当然あるんですけどもまあそれはまあある意味要するに新しいタプルを追加するだとかえー 指定されたタプルをです、ね、除去するだとかあるいは値を書き換えるとかっていう割と単純な操作になりますので、えー、特にまあリレーションデータベースを特徴づけているのは。 これから説明するようなリレーショナル代数だとかリレーショナル論理を使ってもともとデータベースに入っているリレーションからそれとは形が相当違うような形リレーションを作り出すっていうところ作り出せるっていうところがそれがまあかなり強力な問い合わせ技術の能力ということになりますので、まあ、そこにフォーカスを当てて形で説明します。 でこれからまあリレーショナル代数とリレーショナル論理について説明しますけれども実はあのこれらのです、ね、両方あの、まあ、まだ、えー、具体的なところは言ってないんで、えー、どう同じなのかどう違うなのかっていうのは全然わからないと思いますけれども、えー、見てくれからだけからするとですねリレーショナル代数とかリレーショナル論理で書かれるデータ操作の記述っていうのは相当見てくれが違います。 で相当見てくれは違うんですけども実はあの両者のデータ操作記述能力は10日であるということが、えー、まあ示されまして、えー、このデータ操作能力のことを一般にあのリレーショナル完備。 リリレーーショナルコンプリートといいううふうに言います、えー、つまりリレーショナルデータベースでデータを構成した時にリレーショナル台数で書ける操作が全部書けるような操作系はリレーショナル完備でであるるとととといいううここが言えるということですね例えばだから皆さん方がデータベースを作りましたとそれで自分のなんか問い合わせ言語なりですねあるいはユーザーインターフェースでビジュアルにいろいろ操作しながら必要なデータを取り出せるとかっていうそういうような操作系が仮に作った とした時にその操作系はリレーショナル完備なんですかとかって聞かれた時には何聞かれているかというとリレーショナル台数でかけるような操作は全部その操作系でちゃんと書けますかということを言われているということですねだからこのリレーショナル台数だとかリレーショナル論理で定義されているようなデータ操作が記述できればその操作系はリレーショナル完備であるということが言えますで えまあダイス・リレーショナル論理、えー、それぞれについてまあこれから具体的に説明してて最後にそれがまあどう解かなのかということもえもう一度あの言います。それからあとですねリレーショナル完備リレーショナルコンプリートってと「コンプリート」って書いてあるんで何でもできる、えー、つまりできることは全部書けるみたいに、えー、ちょっと誤解することがあるんですけれども。 えー、ここの注意のところに書いてあるようにリレーショナル完備っていった時にはあのリレーションに対してですねできる操作つまりコンピューターの中でできるですね全ての操作ができるわけではないということですね。で、えー、じゃあどういう操作が書けないんですかっていうと。 えーまあ、割と代表的なですねよく知られたあの操作としてはあの水滴平方っ,、ね、っていうのは何なのかっていうと今のこの例に戻るとどういうことなのかっていうと、えー、1番の人の上司は3番ですと、えー、あるいは、えー、1番の人のです、ね、上司は、えー、上司の上司は4番ですとかあるいは逆に4番の人がマネージしてるっていうのは人は3番だとか1番だとか2番だとかあるいはちょっとここに 番号ついていない人もいますけど、こういう人ですとよとかっていうのは。 えこういうようなですね例えば気構像をたどって自分のすべての子孫だとかあるいは自分のすべての先祖を求めるとかって言われるのはこれは一般的にあの水的兵法というふうふに呼ばれるものですねどう,うどうなのかといってつまり親の関係をたどれるだけたどるとかですね子供の関係をたどれるだけたどるとえつまり上から下に行くときには子供の関係自分のダイレクトの子供は誰さんです。 ただそれにさらに子どもがいた場合は子どもの子どもをたどるでさらに子どもの子どもの子どももたどるでどこまでたどるかというともうたどりきれなくなるまでたどりますなさいとかっていうこういうのが一般的に推的平法を求める操作の一つの例ですけれども。 えこれはですねあのこれから説明する、えー、まああのコードによって提案されたオリジナルのリレーショナル台数だとかリレーショナル論理ではですね書、えー、けません、えー、つまり、えー、たどりきるだけたどれるだけたどりきるだとかっていうことは書、えー、けない操作なんですよね。 ただまあもちろんその後こういう水滴平方やなんかを記述できるようなリアショナル台数の拡張だとかですね、えー、まあそういうようなものもあったりするんで、えーとまあ、あのまあリアショナルデータベースが提案されてからだいぶいろいろ歴史もありますのでそういう拡張という意味ではまあ,あの かけるような操作系が定義されているケースはありますけれども、まあここではあのまあ学類の授業だということもあって一番ベーシックなことが提案したあのリレーションの代数、リレーションの論理を説明しますので、その範囲内ではまあ水滴平方は 書けないでくださいもちろんあのコンピューターなんかじゃ水滴英方は,法は、えー、簡単に処理できるわけですね皆さんこういうトリー構造が与えられたときに、えー、子孫を全部求めるような関数書いてちょうだいよとか <laughs> 子孫をあの先祖を全部求めるような関数書いてちょうだいよとかって言われたら別にまあ普通にちょ,ろちょっと書け、えーまあ言語にもよりますけども基本的には書けば書ける話なんで別にコンピューターでできない処理っていうわけではないわけですね。えー、ただ、まああのえー オリジナルのリレーショナルデータリレーショナル台数だとか論理では、まあ、こういうものはあの、えーまあ、そんなに頻繁に現実のデータベース操作では出て。 くることはないだろうっていうようなまあそういう考え方もあったんだと思いますけれどもまああの、えー、除外されているということですね、えー。ただまあデータベースの研究の中ではもちろんこういう水平的平方やなんかが扱えるようなあの、えー、枠組み、えー、まあ例えばそういう今みたいなリレーション代数の拡張として、えー、こういう水平的平方だとか、えー、フィックスポイントオペレーターを入れるとかってそういうような拡張があったりだとか。 あるいはもうちょっとこういう水移的兵法みたいなものをもうちょっと一般的に扱えるような演疫、えー、データベースと呼ばれるような研究やなんかもありますので別にま技術的にできないわけではないということですね。 それで、まあちょっと前置きが若干長くなりましたけれども、えー、っと、まずリレーショナル代数の方を説明します。で、リレーショナル代数は、えー、っと、さっきも言いましたけれども、要するに数値に対して演算子を適用するとまた数値が出てくるというような考え方を リレーションに拡張したものなんで対象はリレーションなんですねですからリレーションからリレーションを作り出すようなそういう演算子の集まり体系のことはリレーショナー代数にはですねまず基本演算として5種類あります、えー、と代表的な基本演算が5種類ですねでどれもまあ一個一個見たらもう非常に簡単なものですやってることはもう,、えー、もうすごいや、えー まあ聞けばすぐ分かるようなものです,ですけれども、えっと、それを組み合わせることによってあの結構強力なです、ね、データ検索やんかが行えるようになっているということですね。で、えー、まず一つ目基本演算の一つ目は、えー、和の演算っていうふうに呼ばれるもので、えーまあ、あのまあ今日も復習で言いましたけども基本的にはこの表の形のリレーションっていうのは数学的にはどう捉えられるかっていうと タップルの集合という,ふうに捉えるることがでできるわけですねつまり R っていうこのリレーションは ABCDAEADC っていう3つのタップルからなるような集合であるというふうに捉えることができるわけですね。で一方でこちらのリレーション S っていうのは同様に BFADAE っていう2つのタップルからなるような集合というふうに捉えることができるんで。 当然2つの集合があった場合に適用できる演算の代表的なものとして和集合を取るというそういう考え方があるわけなんでそれをまあリレーションに対して適用しましょうっていうのがこれがあの和の演算ユニオンっていうふうに呼ばれますけども2つのリレーションの和集合を取るということでこのここにありますように R っていうリレーションと S っていうリレーションがあった場合にまあ,あのこういうえー まあ和集合の記号ですねカップを使って r カップ s というふうに書いてありますけれどもそれぞれの与えられた2つのリレーションの中に入っているタプルの集合の和集合を取ったものがここにあるということになります。 よ、えー、よろしいですよねこの例それでまあパッと見たときに R の中に3タップル入ってて S の中に2タップル入ってるのになんで和集合を取ったつまり和演算の結果のリレーションっていうのがんで4タップルしかないのかというふうに思えるつまり 3+2=5 にならないのかということですけどもこれはまあ要するにタップルの集合ということですから集合演算だったら当然重複する要素っていうのは 1>, 1回しかカウントされないということになりますのでこの場合も同様で、えー、よくよく見ると R の2タップル目っていうのが DAE で、えー、S の2タップル目も同様に DAE ということになりますので両方にこれ共通のものが入ってますのでそういう意味で共通のものは1回だけ出現するという形になるんで、まあ、こういうようなあの4タップルからなるような、えー、と集合になるというふうになります。 それからあとまあ単なる集合演算ということだけだったらですね別にまあ形の違うような全く構造の違うようなリレーション2つのリレーションに対して両方に入っているタプルのですね集合を取るということはできないわけではないんですけれどもえここでは先ほど来言ってるようにリレーションに対してまた別のリレーションを作り出すというそういう世界だけを考えてますので。 えー、例えばこの例であるような R と S がですね全然、えー、構造が違うような、えー、リレーション。 えー、つまりこちら側が時数3だけどこちらこれ当然両方とも時数3なんですけども、えー、時数が違ってこちらが時数3だっただけどこちら側の S の方がですね時数5だとかっていったら、えー、和集合自体はタプルの集合としての和集合自体は取れますけどこちら側の和集合の結果って凸凹ここの長いものとか短いものが混じった結果になっちゃいますよね。でそれを防ぐために 一応ベーシックなリレーションの代数では和両率なんていうふうに訳されますけれどもユニオンコンパティビリティということでつまり2つの与えたリレーションのタプルの集合の和集合をとってもちゃんとそれがリレーションの形になっているようなものだけそういうケースだけを 考えましょうということで、えー、そういう、えー、まあデコボコになるようなケースの場合はですね、えー、とりあえず考えないようにしましょうというのはこれがあのリレーションア代数の基本演算として入っている和集合は和演算ということですね。ただ現実の世界ではあのもう長さ違ってもう無理やり、えー、ない足りないところは空値入れててもですね、一つにバージしたいんだみたいなそういうケースもないわけではないんで、あの現実の世界ではですね、えー、そういうあの アウターユニオンというふうに呼んだりするしたりしますけど長さが違うものを空中,空中を入れてこれを揃えちゃうとかっていうそういう演算が実際には使われたりするケースもあることはありますけども、まあ、ここではあの一番ベーシックな、えーまああの,コの提案したリレーショナル台数 リレーションの代数における基本演算子ということでユニオンコンパティビリティが成り立つようなケースに対して2つのリレーションを和を取る和のリレーションを取るという形で紹介しておきますそれから同様にですねまあ和が出てきたんであの差,差集合っていうのは当然考えられるわけなんで差を取るっていうのがこのこ,こにあるようなケースですね。このの場合もあの差の演算を適用でできるという意味では やっぱりユニオンコンパティビリティが成り立ってないといけないということで構造が違うものを差っても何も変わるわけないですからそれは適用する意味がないということなんで差の演算として意味があるケースっていうのは2つのリレーションが今の和両率の性質を満たしている時に R の中には入っているけど S には入ってないようなですねそういうものだけを取りたいっつった場合に「差の演算」というのが意味があるということでこれはまあ簡単な例ですけれども ABC ここに3タプラありますけれどもその中から S に含まれてないものだけを除くのどこすということになりますと先ほど言いましたように DAE っていうのはこれ両方に共通に入ってますので当然 DAE は S, S にも入ってんで除かれるということで R 中のです、ね、1番目のタップルと3番目のタップルだけが結果として残ってきて2タップルのこういうような差,の差を取ったようなリレーションが作られるというのがこれがあの差の演算になりますそれから3番目の、えーっとまあ、基本演算子は何なのかというと直積っていうふうに呼ばれるもので。 えー、カーテシアンプロダクトっていうふうに呼ばれますけれども2つのリレーションを結合するということですね。で通常まあ直跡はですね、えー、リレーション R とリレーション S に対してこの掛、えー、け算の記号を使って R×S って言ったときにはこういう R ってリレーションと S っていうリレーションに対して、えー、ここに書いてあるような結果を出力します。でこれは何なのかっていうとまずスキーマの方は R が持っている属性と S が持っている属性をですね えつなげたものですねで通常あの直跡を取る場合の対象としては属逆にあのだからさっきの和料率の場合にはある種の共通的な性質を持ってないといけないことになるわけですけれども、えー、この場合はだから共通のものはないと。で共通のものはないんでそれぞれの R 側の方に属する属性と S 側の方に属する属性両方をですねガッチャンコしてつなげたようなそういうような。 スキーマになるといですねでインスタンスの方はどうなるかっていうとまあこれちょっといっぱいあるんでちょっと目がチカチカしてよく分かんないかもしれませんけど要するに全てのタップルの組み合わせですね。 つまり R 側の方の例えば ABC に対してこちらが ABC に対して AFD をつなげたものそれから DCB をつなげたものというのはこれこちら側の1番目と直積の結果のタップ最初のタップルと2番目のタップルということで全ての組み合わせが入っているということになりますので当然 R 側が3タップル入ってて S 側が2タップル入っていれば 3×2 で6タップルからなるような結果が直積 ととして得られるというのがこれがあの,直、えー、この演算どうやってな何のために使うのかということですけども、えー、まあ普通はこうこうあの例えば SQL の中やなんかで直接こういう直積取ることはない,な,ないと思うんですけども、えーまあ、これのちょっとこの演算と別の演算を組み合わせたような演算ですね、まあ、この後説明しますけど組み合わせ演算になりますけども、えー、結合って呼ばれるような演算は リエーションデーデタベースではもうううしょっちゅう実行されるということいこになりますだからまあどっちかというとリレーショナル台数は操作体系をちゃんと基本演算は何なのかっていう枠組みの中でちゃんと捉えましょうということなんで一個一個はまあ割とシンプルなやってることはめちゃくちゃ単純なものだけが登場しているということですね。だだからここれだけを使ってなん,かこんなとい,いうのはまあ普通はいないと思いますけれどもこれをある種の部品の一つというかパーツの一つとして使ってやりたい 他の処理をやるるととといいうう中で使われるということになりますそれから基本演算の4番目は何なのかっていうと遮影、えー、っていうふうに呼ばれるものであの、えー、とプロジェクション英語ではプロジェクションというふうに呼ばれますけれども、えー、これは何をやるのかっていうと指定した属性のみ抽出ということで。 えー、R っていうリレーションがあった場合に ABC っていう3つの属性からなってるんですけどもこのうちですね A と C だけを残して、えー、と B はいりませんよっていう、ね、こういう演算のことを射影、えー、っていうふうに言います。で射影はですねこういうまあ,あの書き方はまあ何通りかありますけども割とよく代表的に使われるのがこの π の記号を使って。 π、ね、の ac って書いてありますけどこれはどういう意味なのかっていうと r に対して a と c の属性だけを残してそれ以外は除去するというそういうつまりタプルの横の長さを縮めるということですねそういうような演算として定義されます。 でこの場合も ABC っていうものがあって AC になるというスキーマは当然 ABC に対して指定された AC だけが残りますので遮恵演算で指定された属性だけからなって他の残りの属性は全部カットされちゃうと。 ということになるということで、隙間はまあこう,こう a b この例だと abc に対して ac だが残った形になるという、これはまあ容易にわかると思います。けれども、インスタンスはどうなるかというと当然のことながら、えっとインスタンスについてもこの b のところの値ですね。ここを落としたようなそういうようなタップルから構成されるということですね。で、なんで、じゃあサンタップルあるのに2タップルに減っちゃうのかということです。けれども、これは？ 先ほどあの和の演算のところでも出てきましたけれどもリレーションっていうのは要するにタップルの集合ですので同じタップ値の組み合わせになるようなタップルを2回とか3回とか含むとかっていうそういうことは考えないわけですね。でこの例で考えるとどうなるかというと仮に B の欄をここ落としちゃうと1番目と3番目のタップルはどっちも AC になるわけなんで結局同じ値の組み合わせになっちゃうわけですね。 そういう意味でもともとは B があることによって1番目のタップルと3番目のタップルは区別されてたのに対して B がなくなっちゃうと区別のしようがないというか全く同じ値の組み合わせになるんでそれで1回しかカウントされないということになるんで結果として3タップルが2タップルに 変わるとといううよなことで、えー、まあ除去した属性によって区別されてたけれどもそれの区別がつかなくなるんで同じ値の組み合わせになる場合には遮栄演算の場合には基本的にそのタプルは1回だけカウントされるような重複が除去されるようなそういうことが起こるということになります。 でこれでじゃあ基本演算の5番目これ最後の基本演算子としての5番目最後になりますけどこれは選択っていうふうに呼ばれるセレクションっていうふうに呼ばれるもんですね。でまあこれはまあ割と今までの演算子の中じゃある意味一番分かりやすいと思いますけどもリレーション R がある中である条件を指定して条件にマッチするタップルだけを取り出してくるというか。 それだけ条件を満たすものだけを残して満たさないものは除去するというそういう操作がこの選択となります。つまり条件を満たすタプルのみを選択するということですね。 で選択演算はですねこれもまあ書き方が何通りかありますけれども一般的に割とよく使われているのがここにあるような「これシグマ」っていう記号ですけれども「シグマ」っていう記号を書いて「シグマ」の右下の方に選択の条件を書くどういう条件でタプロを選びたいですよということを 書いていてるということですねでこの場合は「c=c」c、って書いてあってな,なんか CC で何なのかというふうに思えるかもしれませんけれども「えー、c」はですねこのもともとのリレーションのこの属性の、えー、名前としての表れている大文字の c を表しています。で「c=c」c、のこの小文字の c は何なのかというとこのインスタンスの中に現れる具体的な値としての c を書いていると。 この例で出てきている選択演算子は何なのかっていうと属性 LGC の値が小文字 C の値を含むようなタップルだけを残してくださいということなんでこの例では1番目と3番目のタップルだけが条件を満たせますので結果としてこういう形になるということですね。じゃあ,あの選択条件って一般にどんなことが書けるのかということですけれども、えー、一般的にはですね えとまずこの例にあるような属性と定数を比較するつまり C っというのは属性なわけですね。それから小文字 C というのは定数ある値なわけで。 値がだから今の場合イコールで比べたということなんですけれども別にイコールで比べなきゃいけないわけじゃなくて一般的にはこれ比較演算子小なりだとかイコールだとか大なりだとか小なりイコールだとかノットイコールだとかまあこういういろんなあの2つの値をですね比較するための基本演算子はいろいろ使えるということになります。 それからあとですね、えー、属性と定数の組み合わせっていうのはまあここにあるような例でありますけれどもあと他にでうるものとしてはどんなのがあるかというと属性と属性を比較すると。 ようなことですね。えー、ここにちょっと例書きましたけども。B. の値と C. の値が同じ値が入っているという、そういうような条件で比較するとかですね。これは別に、あの、何の値、B. の中に、何か、こういう値が入ってないといけませんよとか。C. のところに、何が入ってないといけないということはないんだけど。とにかく、B. と C. に同じ値が入っているようなものだけを抜きたいですよっていうことだったら。こういう B. イコール C. とかって、こういう属性属性を比べるということですね。それから、まあ、当然、小なりとか大なりだとか、比べて。B. の値が C. より大きいもの。 探すとか小さちちいものを探すだとかですね、まあ、そういうようなもの例なんかも指定できるということですねで、えー、まあ今の言ったような属性と定数あるいは属性と属性をですねこういう比較演算子を で比べるっていうのが基本的な選択条件として一番単純なもんですけれども実際にはですねそういう基本的な選択条件をアンドはノットで組み合わせたより複雑な条件も記述するということができます。ですから例えばこの例では C=C っていう条件だけで選択しましたけれども例えばこういうですね C=C かつ B の値と C の値が等しいと。 いうまあ、こんなような条件やんかも、えー、書きたければまあ書いてもいいということでこういうのがあの選択演算というふうふに呼ばれるものですね、えーまあ、比較演算としてはこういうですね代償関係だとかっていうのがまあ割とよく使われますけれども、まあ、厳密に言うとこれどういう比較演算が適用できるかっていうのは各この対象となるです、ね、属性のドメインが何なのかということによって決まるわけですね。 ドメインの値に対して普通はまあイコールはだいたいどんな場合でも適用できると思いますけども小なりとか大なりっていった時にですね、まあ、数値とかなら小なり大なりっていわれた場合何を比較したいとかっていうのは分かりますけどもじゃあ文字列に対して小なりとかって比べた場合一体何を比べてるのか要するに辞書順の順序を比べてるのかどうなのかだとかですねあるいはあの、まあ、最近のデータベースとかっていうのはこの。 え属性の値として単なる数値とかえ文字列とかではなくてもうちょっと複雑なオブジェクトや何かを入れることができますんで例えば画像や何か入れた時に画像に対して大なり小なりなんてそんなもん比べられるのかとかってうそういうまあだん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 ここにデータベースのですね属性の値として入れるものの。 種類が増えていけば増えていくほど実はこの比較演算として何を書いていいかとかっていうのは、えー、このどういう種類の値が入っているかによって依存して決まる話なんで。 え厳密に言うと,、えー、とデータベースはまあ最近いろんなものをデータ入れるのにあの使われますので、えー、そういうまあ文字とか数値とかって割とそういう基本的なデータ型じゃないオブジェクトみたいなのを入れようと思った場合には、えー、どういう演算子が使えるのかだとかっていうのもこの辺りも実は拡張していかないと 扱えないということになるわけで、まあ現実のあのデータベースの中ではそういうようなことをやれるようなあの機能やなんかも、まあ最近のデータベースでは入ってきているということですね。ということで、まあこれがまあのえっと五番目の基本演算子ということになります。で、今言ったようにあのわはさ直積、それから遮影選択というこの五つが基本演算子で。 え基本的にはですねえとコッドの提案したえリレーショナの台数っていうのはその5つの演算子の組み合わせでデータベースの操作をやりましょうっていうのが基本的な考え方なんですけれども現実のですね問い合わせをそういう基本演算子で書こうとすると割とですねしょっちゅう出てくるあるいはしょっちゅうその記述したいようなですね 演算子の組み合わせっていうのが出てきます。つまり今まで述べた基本五個の基本演算子ってどれも非常に基本的なものなんで、実際のデータ操作を記述しようと思うと、それ1個使うとか2個使うとかじゃなくて、それらをこう組み合わせていることによって初めて自分のやりたいことが書けるということになってくるわけですね。でその場合に割とよく現れる演算子はですね、その組み合わせで名前をつけて、あたかも1つの基本演算子であるかのごとく使っちゃった 方が考えちゃった方が便利ではないですかっていうそういうアイディアっていうのが当然出てくるわけなんでそういう意味であの基本演算子はないではないんですけどもそれらの組み合わせ演算として、えー、定義され、えー、だけれども割とよく現れるんで一種の基本演算子みたいに考える演算子っていうのがいくつかあります。でそれをですね、えー、順番にちょっと説明していきますけども、えー、まず代表格があの結合。 ジョインっていうふうふに呼ばれるもんですね、まあ、データベースの議論するとなんか年がら年径結合とかジョインとかジョインどうやってやるのとかなんかそうやって議論が出てきますけど一体ジョインって何の演算なのかということですけれども、えー、先ほどですね直積演算ちょっと似た演算としてこういう直積演算2つのリレーションを結合するっていう演算があったんですけれども。 これだとなんか全ての組み合わせを取ってきちゃってもう何て言うんですかねあ,の、えー、あ,らゆるありとあらゆる可能性を考えるみたいな形ですけれども現実にやりたいことっていうのはこういう表のつなぎ合わせ方じゃなくてもうちょっと条件に合うペアをですね見つけていきたいとかっていうそういうケースっていうのが割とあるわけですね。えー、っと先ほどのちょっと例として出てきたものとしてはちょっとこの先になりますけれども。 例えば科目表と履修表っていうふうに2つのリレーションに分かれている時にこれらの2つのリレーションに分かれた表をですねつないで使おうと思うとこちら側の科目番号各科目に対してつまりこの履修表の中にあられている科目番号の中では科目番号しか現れてないんですけども科目名が何なのかも一緒にこの。 データの中に付け加えたいという場合はどうすればいいかというと結局ここに現れているこの科目番号1番の科目の科目名データベースというのとこちらの1番の科目を1番の学生が履修して90点だったっていうこの情報をつなげることによってですねこの2つの表を結合するんだけれどもありとあらゆる組み合わせを作るんじゃなくてこの科目,名科目番号で書かれているデータが同じタプルを 横につないでちょうだいよみたいなことをやれば、えー、このデータに対して科目名のデータをくっつけるというのはそういうことができるわけですねですからそういうい条件に基づいてタプルをつなぐ、えー、合わせるあるいは条件を満たすタプルのペアを見つけてくるというようなことっていうのが、えー、割とよくえ行われます でそれを書いてるのがこの,あの結合と呼ばれるもので2つのリレーションを結合条件により結合ということでなんか結合がいっぱい出てきちゃいますけれどもで例としてはこういうもので R っていうリレーションと S っていうリレーションが2つあった時に直接取るとこれ全ての組み合わせが出てきちゃうわけですけれども B と C が等しいっていう条件でつないでちょうだいよっていうと。 え直積取ると 3×3 で9タップル出てきますけどもえー今の B と C がイコールですっていう条件で結合すると3タップルしか出てこない。 なぜならば要するに13っていう組み合わせに対して B の値3ですけれども S のところの S のリレーションの C のところに3っていう値を持つようなタップルはないですからこいつは最初のですね R リレーション中の1番目のタップルについては対応するペアがないということで対応するペアはこの中に現れないということですね。 それからじゃあ2番目の25に対してはどうなるかっていうと5っていう値を C のカラムに持つようなタップルは557っていうのがありますのでこれを結合するっていうことで25525557 25というのが結果として出てくるということですね。が同様に34ですけれども34の場合には4を持つものがこれ。 2つありますので、それぞれの対応する値のペアっていうのが2通り出てくるということで34453というのと34446という2つのペアが出てくるということで結果的につまり B と C の値が等しいっていう条件でそれぞれの対応するペアをですね横につないだようなタップルを構成してそういうようなタップルから出るような え結果のテーブルをつリレーションを作るとこういう結果になるということですね。でこういう操作をあの結合っていうふうに呼ばれます。で今あの B と、C、がイコールであの っていう条あの結合っていうのもあの最も一般的によく使われるのがこの、えー、この記号ですねこの記号っていうかこ,れこの記号要するにこういうようなあのシンボルで書かれるケースが多いんですけどもこれはあの結合を表すのに。 あのよく使われる記号ですねで、えー、B と C という結合条件で結合しましたっていうことなんで右下に B=C というふうに書かれてるということね。でこの演算というのは、えー、と基本演算ではないのかっていうと基本演算ではありませんなぜならばここに書いてあるように F という条件のもとで R と S を結合するっていうのはどういうふうに え捉えられるかっていうと論理的にはですね r と s の直積をまず取っといて直積取った上で f の条件を満たすようなタプルだけ残すっていうえ直積演算と選択演算を組み合わせるとえこれは実現できるでしょっていうことで今の例は確かにそうですよねこの r と s の直積を取ったような 3×3 で9タプルからなるような。 リレーションを作っといてそのリレーション上でカラム B の値と C の値がイコールであるようなものだけをですね残しますよっていうと結果的にこういうような。 直積取,取った後で、えー、各くダブルについてここに結合条件で与えた条件で選択演算をやってやると結果的にこうなるんで、えー、確かに論理的にはです、ね、これ直積演算と選択演算の組み合わせになりますので別にこんな結合なんていう演算を特別に考えなくても同じ操作はかけるわけですね。 でだけどなんで結合っていうようなこういうか、まあ、演算をじゃあ考えましょうかっていう形になったかというと一、まあ、つは割とこのこういう組み合わせの演算が割とよく出てくるんで毎回毎回直席取って選択っていうふうに書くよりも、えー、これはもう F, の F という結合条件の下での選択結合ですっていうふうに書いちゃった方がやりたいことがよりエクスプリセットに表現できるということとそれから実際はですねあのデータベースの中では この結合はですねこの組み合わせこういう結合で表されるようなデータ操作が割と頻繁に出てきますんで論理的には直接取った後選択するものっていうやり方で結果は出てくるっつっても実際にですねデータ処理する時に。 一般的にはこれ直積を取りますとデータの件数がすごい膨らみますのでこちら側のタップルの数とこちら側のタップルの数の掛け算で聞いてきますんで一旦直積を取るとものすごい中間データとしてものすごい量のデータが出てくるわけですね。でそれの中から結合条件を満たすやつを選ぶっていうそういうその論理的にこう書かれてる順番通りに実際のデータベース中でも処理しちゃうと。 結構無駄が多いことが多多いといいこことととうですねで,ですからそういうこともあって実際のデータベース管理システムの中ではこの結合をですねもうダイレクトに処理するようなアルゴリズムが普通はデータベース管理システムの中にもうちゃんと実装されていますですから論理的にはこう書けますけれども直積取った後選択演算やってこれを出すなんていう形で処理するようなデータベース管理システムっていうのは普通はありません。えー、もううう結結合合ですというふうにここは結合を取っている 演算をしているっていうのが分かるともうダイレクトに結合演算を適用するようなアルゴリズムを実行して無駄な中間データやんかを生成するとかそういうことはなしにですねもう直接この結果を導くという、まあ、そういうような処理が行われるということでそういう意味でもこの組み合わせをある種の特別な名前を付けた演算としてですね認識しておくっていうのが大事になるということになります。 で結合のです、ね、F という条件で書いたあの結合条件今 B=3 っていうイコールのえー条件の例を示しましたけれども一般にこういうイコールの条件2つの属性がです、ね、等しいという条件で結合するのを一般にあの等結合とつまり等しいという条件で結合するので等結合液ジョインというふうに言ったりします。 えー、ただあの一般的にはですね別にイコールで先ほど言いましたように洗濯演算って別にイコールじゃなくて代償関係とかそういうのを使ってもいいということなんでイコール以外の条件で比較するっていうのも可能だということでこれはあのスイタータ結合っていう,ふうに呼ばれます、えー、ちょっと鐘が鳴りましたので続きは、えー後でね、あとで休憩の後説明したいと思います。